今日は2021年12月26日。気がつけばもう今年も残り1週間を切ってしまっているということに今更ながら気づいてしまいましたが、早いですね。なんか月日が経つのが本当に最近早く感じています。まあそれはひょっとしたらこのご時世からあまり日々の変化がない時を過ごしているからなのかもしれませんが、まあそれにしても何とも早いなぁと感じずにはいられません。毎週日曜日に更新してきたということで、つまりそれが今週も来週も同じように日曜日更新だとすれば、今年最後のこの音声のアップになりますね。一応お決まりの文句ということで、お世話になりましたという、来年もよろしくお願いしますという話をしては見るものの、まあまだ実際にこの動画のアップを始めたのが10月の中頃からでしたっけ。ちょっと何回やったのか記録は見直してみないとわかんないんですけれども、最初の頃はなんか毎日撮ろうかなみたいな、そんくらいの意気込みでやっていたものの、先週に至ってはネタがないというふうなことをネタにして、なんとかかんとか一回分の録音を済ませるという体たらく、まあ何のプランもなく行き当たりばったりで進めているとそんなことになってしまうこともそりゃあるでしょうよということで、まあ反省をしつつ、かといって具体的なプランを立てているわけでもなく、また今回も時効の挨拶みたいなもので始めて、さてこの後どうしようかなと悩んでいるところではあります。そうですね、これまでに放送というか録音した中で、新しくまたオーディオインターフェースを買おうかなどうしようかなというので、最近いろんなものを見てまたちょっとポチったものはあるんですけれども、まあそれは届いてからまた改めるとしまして、どうもウェーブ XLR という機材、こちらが割と最近出たものらしくて、あまりレビューしている方がいないというのをなんとなく感じています。まあよく価格 .com とかでそういった機器の情報を見たり値段を調べたりとかするんですけれども、価格 .com のページで見ると、まあ、誰もコメントしていない。そうか、そんなマイナーな機器だったんだというので、まあ、ちょっとびっくりしたというか、まあ、これ結構いい機材だよということを少しだけアピールしてみてもいいのかなと思った次第で、何がいいのか。それまでオーディオインターフェースで何を使っていたかというと、スタインバーグの UR12 というオーディオインターフェースで、それに XLR のケーブルを用いたマイクをつないで録音などをしていたんですけれども、それの機材を買いまして、これはどこ製だ？エルガトというメーカーのオーディオインターフェースになるんですけれども、接続の口が、まあマイク端子として XLR 端子が一つ、あとはモニター用のヘッドホンの端子 3.5 ミリの端子が一つ。で、PC と接続するための USB の Type-C の形をしたコネクターが一つ。以上というなかなかシンプルな機器ではあるんですけれども、
まあ、これがなかなか性能がいいというのかなというか、それまでの UR12 につないでこう録音した時の波形を見ていたんですけれども、なんかこう全体にこうサーッという、まあ、いわゆるホワイトノイズみたいなものが全帯域にこう広がっていたんですけれども、それをこの WaveXLR というオーディオインターフェースに変えて録音すると、まあ低音域の方にこうノイズのようなものは若干残るんですけれども、高音域、そうですね、何キロヘルツ以上かな、1000ヘルツよりも上の方はほとんどノイズらしいノイズが乗らない波形で、非常にクリアな音質でこうした音声を録音することができています。これが一番最初に買い替えた時に感じた、まあ一番の変化でしたね。まあそれ以外にもこうタッチするだけですぐミュートになる機能ですとか、試しましょうかね。あー、あー、あーといったような、何のこう切り替えの音も何もなくこうスッとミュートにできるというのが、なかなか素晴らしいハードとして感じられています。で、今このオーディオインターフェースにつないでいるのが、先日購入したシュアーの SM7B か。SM7B という型番のダイナミックマイク。まあその前にはロードの NT3 というコンデンサーマイクをつないで録音したりもしていたんですけれども、まあ、この WaveXLR というのに付属しているソフトウェアがありまして、それが WaveLink という様々な音源をこうミックスしたり、まあ一元管理できるような、そういったミキサーみたいなソフトですかね、が付属しているんですけども、その中で、まあいわゆるマイクのゲインの調整というのがソフトウェア上でできるようになっています。で、コンデンサーマイクの場合のだいたいこれくらいがいいですよという案内がその画面に出たりするんですけれども、まあそれがだいたい、まあ0から、30くらいか。30デシベルくらいまで持ち上げるような、こう、画面が出ていて。で、それ以上にダイナミックマイクの場合、さらに原因を上げることができますよというふうな、案内表示もされている。そんなソフトなんですが、その上げられる範囲というのが75デシベルまで持ち上げることができる。で、今この音声の録音をしているのは45デシベル。そこまでこう引き上げて録音するようにはしています。それ以上大きくしてしまうと、いわゆるこう周りの環境音とか、さーっというマイク自身がこう拾ってしまう音っていうのが増えてきてしまうので、そのバランスのいいところっていうので今45デシベルといったところに合わせて録音をしています。で、このダイナミックマイクのシュアーの SM7B という型番のマイク、なかなかこう感度が低いというか、近くでこうしてああっていう風に寄せて話さないとなかなか音を拾ってくれないような、そういう入力感度ではあるんですけれども、その入力ゲインをここまで引っ張り上げることができれば、コンデンサーマイクと同じような感度、それくらいのこう繊細な音の取り方もできてしまうという、これが UR12 だとその入力ゲインの調整つまみというのが本体の方にあるんですけれども、まあそれをマックスにしても、やはりちょっと足りないというふうな、まあギリなんとか、ただそのまんまだと使えなくて、必ず後工程で、音自体を持ち上げてあげないといけない。まあそういった音量で取れる、そういう音量でしか取れないというのがありましたが、いや本当にこの SM7B を WaveXLR と組み合わせて使うというのが
意外とこれは実は大正解の組み合わせなんじゃないかなというふうに、世間のいろんなオーディオインターフェースについて調べてみたところ感じたところとしてありましたので、ぜひこれは世の中に対して訴求して広めていきたいような情報かなというふうには思っています。まあただ何分登録者数というのが本日時点で3名という、ただその3名ではあるものの毎回聞いてくれている方もいらっしゃるんですかね。ありがとうございますということを、今まで言ってはきませんでしたが、一応御礼申し上げますということと、まあ来年からもっとこうチャンネル登録お願いしますとか、そういったものをこれもまた訴求していくような、訴えていくような、進めていった方がいいのかなというのが、とりあえず来年の1年間の目標とでもしておきましょうか。まあ年末らしく、まあ新年の抱負みたいなもので言えばよかったかもしれないですね。まあまた何か変に話したいことができなければ1週間後、それはつまり来年のまた日曜日に同じように音声を公開できればいいなと思っています。では今回はこの辺で、良いお年をお過ごしください。お疲れ様でした。